はい、今日はですね、鹿島臨海鉄道大洗鹿島線の大洗駅で売っている三品たこ飯というものを買ってきましたので、これ開けてみます。僕、大洗鹿島線の沿線の住民だったんですけど、その時は大洗駅弁なんかありませんで、今も、こう売られてるっていうのを知りませんでした。なので非常に驚きです。で、しかもタコって言ったらですね、瀬戸内海のタコとかそういうのを思い出すんですけど、大洗ってタコの名産地らしいんですよね。それも全然知りませんでした。というようなことで、タコ飯です。ということで、すごいですよね、このタコがドカンとこう乗ってる。これなのかなんですかね。で、煮物があって。で、これは本当に食べ応えがありそうですよね。これは非常に、期待して、これから食べてみたいと思います。